吉田さん、iPhone いいですね。何シネマモードなんかいい感じでボケてるじゃないですか。なんかいまいちね、ボケすぎ、にじみすぎって感じはしましたけども、しばらく見てると、まあこんなもんだよね、みたいな感じで。で、顔はくっきりしてますもんね。これなかなかいいんじゃないですかうん。いや、羨ましく思いました。もう本当は今回はね、それだけです。羨ましい早く使いたいっていことですよね。で、このね、早く使いたいって思ってるんだったら早く使うしかないんですよ。 これがだから3ヶ月、6ヶ月後、1年後、結局使うわけですから。だったら一刻も早く使い始めた方がいいし、一刻も早く取り組んだ方がいいですよね。何でも何でも。人生限りがありますからね。残り何年生きるつもりでやってるんだと思ったら、半年後、1年後って知名度になるぐらい遅いと思いますよ。だからやっぱり思い立ったが期日。まさにその通りだと思いますよ。いっらっしゃい。